バージニア州のテリー・マコーリフ知事はテレビクルーに銃撃した犯人は不満を持つ元職員だと思われるテロ事件ではなく刑事事件だと述べています撃たれたカメラマンが持っていたカメラが銃撃とともに地面に落ちたのですが その際に捉えた映像がこちらですそしてこれをもとにバージニアの警察は犯人を特定したようで州知事によるとそれは不満を抱くテレビ局の元職員に合致するようです。バージニア州では現在犯人の捜索が進行中です。 これらの写真の左が記者のアリソン・パーカーさん、右がカメラマンのアダム・ワードさんです。事件の発報当初は情報が錯綜して、テレビ局のマネージャーがこの2人が恋愛関係にあったかのような発言をしていましたが、パーカーさんは実際には局のアナウンサーと婚約していたことが分かりました。 またアダム・ワードさんにも恋人がいるとのことですこのツイッターページはアリソンさんの恋人クリス・ハーストさんのアカウントで付き合い始めて9か月でお互いに人生最高の9か月だったとツイートしています。 彼女の24歳の誕生日を祝ったばかりだと書いてありますとても辛そうです他のニュースアナウンサーたちも同様です特に生中継中にアリソンさんとつながっていたアナウンサーは銃声が聞こえた後放送を引き取らなくてはならなかったので